どうやらここは。お？どうかしたの？おかしい。以前老宮に来た時、確かこの辺りを通ったはず。今はあの時と比べると、データの海による侵食がひどくなってる。当然だよ。何しろ、混乱を招くほどじゃないけど、天地を支える柱を取り外したんだ。つまり、陰で均衡を保たないと、老朽全域が、こんな風になってしまう。過ぎたるはなお及ばざるがことしっていう言葉のように、影という権能のような存在は、場合によっては、制御できなくなる。正解。創世創国。これぞ陰陽五行の断り。過ぎたるはなお及ばざるがごとし？具体的にはどういうこと？推測になるが、度が過ぎてしまえば、やり足りぬよりもひどい事態を引き起こす。それが、過ぎたるはなお及ばざるがごとしの具体的な意味だろう。少女、こいつの辞書機能をオフにしてくれる？自動翻訳ソフトならもう持ってる。辞書機能、それとソフトって何？どうやら私の助けが必要みたいだ。ううん、いらない。話を戻そう。今の状況から見れば、過ぎたるはなお及ばざるがごとしという結果は推測に過ぎない。権能に近い特徴を持ってるなら、過去の数々の事例も考えると、これからの展開は地球の常識で予測できるかもしれない。つまり律者が生み出される。やっぱりあんたもそれを心配してたんだね。地球の律者は一人で広い陸地を丸ごと破壊する力を持ってる。世界の泡にとってそんなことが起きたら世界の終わりと変わらない。ふむふむ。セーナ、彼女たちが何を言ってるかわかるの？ううん。でもそれって彼女たちだけじゃないし、親切姉さんや格おばさん、あなたも。才能に恵まれてる人ってたまに一つや二つ意味のわからない言葉を言う時があるよね。あ、ちょっと慣れてきた。方言を話す人を受け入れるようなものだよ。話し言葉なら訛りがあってもおかしくないでしょ。たくさん聞いていけばだんだん分かってくるはず。うちの同業者になる才能があるみたいだね。しかし少弱だとすると逆におかしい。この辺りは海によって侵食され続けている。つまりコラリーと私がここを離れてから今になっても釘は復元されていない。つまりドニグルは初めからここに戻ってないって言いたいの？ありえない。え？どうしてそんな風に言い切れるの？もしかして稲だから主への忠誠心が高いとかって理由じゃないよね？さて、どうだろうね。ただ、あいつらの関係は妙だ。なんて言えばいいんだろう。奴らが本当のことを言おうとしても、多分うちは信じないと思う。人々は、そういった理解しがたい関係を、腐れ縁の類でまとめてしまう。妙であることは、あなたたちの計画にとってはもちろん変数になる。その上、もしかしたらそれが調査により価値のあるものをもたらすかもしれない。だから、多少は気にした方がいいだろう。データの海で遭遇した奴ら。投げ払え！二種類の侵食は、やっぱりどっちも手強いね。動かない生老病死。それに手強くないものがあるとでも。随分と面白いことを言うね。気をつけると言っても、
こっちは安全そうに見えるけど、コラリーはどうやって釘を抜いたの？ざっと見た感じ、特に変わってるところ。これは何？どうかしたの？正常な反応だ。あなたたちは察知できないかもしれないが、釘を抜いた時に放たれた力は今でもこの区域に漂っている。罹患の術相につきまとわれている者にとってそれはアレルゲンと同様だ。それなら早く言ってよ。ねえ、本当に大丈夫？食べたいものとかある？今すぐ連れてくから。安心しろ、お前は殉死にはまだ遠い。よほど長生きしない限り、あの変わった核という存在以外、例の光景を再び見届ける機会などお前たちにはないはずだ。到底見届けられないものがあると知っていて、あえて苦しむ奴もいることは否定しないが、お前が聞こうとしているのは、私が一体何者なのか。そうだろう。実は私の声も姿もお前は聞き見たことがあるはずだ。残念ながらそれは私ではないのだが、